こんにちは。こんにちは。井上です。金子です。最近骨盤がすっごい硬いお客さんがいてさ、はい、動かないの。で、ちょっとこの体操をやってくださいってやってもらったの。そしたら、1週間で骨盤がね、動くようになったの。おー、それはすごい。で、骨盤が動くようになったんだけど、1ヶ月経ったら、お腹がキュッて引き締まって、お尻もキュッて引き上がったの。ほうほう。だから、これはかなりお腹痩せしたい人とか、あと骨盤底筋鍛えたい人ってすっごいおすすめだなっていう体操を見つけたので、はい、お腹を引き締めたい、あと足も細くなりたい、お尻も小さくなりたい。そんな悩みを解消する骨盤体操をご紹介しますので、ぜひ一緒にやりましょう。それではこのように仰向けで寝て膝を立てます。で、この時に足と膝をしっかりこうパシッとくっつける。全部、はい、くっつける。で、そのままいつもこうお尻こう上げるようなトレーニングがあると思うんだけど、こうやる。そう、それじゃなくてここの背中は離さないでほしいの。お尻だけ浮かせる。ほ、そうで下げる。ほ、そう、このお尻だけちょっと浮かせる。背中は絶対ついたの。はい。で、これここも閉じたの。閉じたまま。これをなるべく早くやる。ポンポン。そう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 。うわ、これ1分間いきますよ。1分、はい、用意スタート。ポンポン。おお、これすごいですね。ここ皆さんも感じると思うんだけど、うん、内ももの方とか疲れません？いや、めっちゃ、はい、お尻疲れません？すでに。そうなんですよ。わ、これをですね、開発したんですよ。すごい。これね、お客さんにやってもらったらさ、はい、もうほんと骨盤が最初サポートできなかったの。あ、硬いから。硬いから背中が浮いちゃう。なるほど。腰だけでこうやって動かせないんだ。なるほど。はい。これ骨盤動きますね。前傾後傾で固まってる人とかにもめちゃめちゃいいと思います。そうだね。だから腰が辛い人とかもやってほしい。うんうん、俺ちょっと最近あのパソコンばっかやってて、はい、辛かったんでちょっとこれを取り入れて感じさせたんですけど。なるほど。そんな疲れます。いや、これ1分なかなかすげえ効いてる。嘘。めっちゃ効いてる。これ地味だよね。いや、そうっすね。みんなできるから、お背中はつけたまま、はい、お尻だけ上げる。だんだん遅くなってきた。いや、そうだな。全然生きるかな。はい、よし。はい、OK です。はいよ。休憩。これちなみにポン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 って本当にやってほしいんだけどね。なるほど。そうですね、イメージはわかります。したら次、また同じ状態で、はい、さっきこう縦にポンポンポンってやったんだけど、右、左、右、左ってちょん。背中は離さないで。はい。お尻をちょっと、そうそうそう、ちょっと、そうそうそう、お尻片側分くらいの。そう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 、お尻を左右にする。これ1分いきます。はい、よーい、スタート。こんな感じ。ポッ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 。あ、結構早めでやるんですね。はい、はい、だから、はい、そのこのぐらいの速さでやってほしいんだよ。はい、おい、でいいね、いいね、いいね。背中は離さない。背中足も絶対離さない。足も離さない。はい、いいね。よし。こんな楽な体操あります？まあまあまあ、確かにやり方はすごい簡単。今までないよ。確かに、そうですね。うん。これは僕も確かに人生で初めてやりました。そうでしょ。はい。だから楽でしょ。いや、楽っすね。なんか背中を絶対に離しちゃいけないなんていう縛りを受けたのも初めてです。俺、反り腰を直したくてさ、はい、お客さんの。あ、それで、いい骨盤体操ないかなと思って、はい、考えてた、これ。確かにこれ、反り腰にもめっちゃいいと思う。そうなのよ。背中をこう、なんていうの、離さないっていう。はい。そしたら、あの、いろんな草物が生まれて、お腹もへこむし、はい、お尻も引き締まるし、いいこと、足も引き締まるし。いいこと尽くし。そう。いいことの、宝箱です。来たそれ。はい。はい、OK です。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。どう、どっか疲れてる？やっぱりあの動かすお尻周辺とか、うん、内転筋とかすごい疲れてるんですけど、うん、リズムをよくやることによって心拍数も上がるから、うん、なるほどね。なんか全身運動した感じになります。あんなに疲れるっていう紹介の動画じゃなかったんだけど。そうですね。もっと軽々やってくれると思ったんだけど、きっと見てる人はもっと軽々やれてると思って、うん、骨盤のケアはスタイルとても大事なので、ぜひ毎日続けてください。そしていつまでも美しく綺麗なあといてください。このようにアペナス TV では、今でも綺麗でいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方々を増やしてほしいと思いで動画をお届けしてますので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。僕、インソール作ろうと思って、うん、これ、自分で作って何なんですけど、はい、やばいんですよ、すっごい。こうやって、かかとついたまま座ってくるの。骨盤が動いてないと。じゃあこのインソール踏んだ状態で同じように実験してみましょう。はい。骨盤が動くようになれば今の耐えられますか？いきます。すごっ。怖っ。若見えしたい、実際より痩せて見えたいとか、筋肉の活動量めっちゃ増えるってデータ取れてて、はい、重心圧もこんなに変わるっていうので、うん、
セットで買えば買うほどお安くなる。もちろん1つでいいよっていう方はもう単品でご購入いただいて、2足とか3足とかご購入いただくとさらにお得になりますよっていうインソールです。ぜひ皆さんインソール一度お試しください。